ご視聴いただき誠にありがとうございます。2月10日世の中の出来事について触れてまいります。2月10日は旧正月にあたります。またビートたけしは語呂合わせで2月10日を2ビートの日と独断で制定しています。関東の人にはおなじみ隅田川に架かる琴戸橋が昭和3年のこの日完成となりました。ニューヨークを舞台にしたアニメトムとジェリーは1940年放送開始となりました。来年2025年には生誕85周年を迎えます。1950年広島県で漫才ブームで一世を風靡した B&B の島田洋七がこの世に産声を上げます。出身地広島の名物もみじまんじゅうのネタは一世を風靡しました。最後に特集です。懐かしの名列車特急トキについて触れてまいります。特急トキは1962年新潟長岡の電化沖に誕生しました。特急トキは東海道山陽特急以外では初の電車特急でした。運行当初は1日1往復だけだったものの徐々に利用者が増え、ピーク時には1日14往復にまで膨れ上がりました。時は流れ、ボンネット型181系から最新型の183系へと置き換えが始まります。長きにわたり首都圏と上越地区を結ぶ大動脈として活躍してきた特急トキ、1982年11月上越新幹線開業と同時にその座を新幹線へと明け渡しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。